はい、どうも皆さんこんにちは。私木野と申します。あなたの価値を教えてくれジョー、続きからやっていきましょう。ということで情報整理するところなんですけど、まあインフォメーション、情報についてはあらかた見ながらねちょいちょいやっていたので、このまま声をかけてもいいかな。考えはまとまりましたか？はい。ええ、それで譲る。一つお願いしたいことがあるのだけど。何でしょう？エーリクラン作の駒の所有者、そして将棋関係者やコレクターなど、とにかく少しでも関係のありそうな人物が殺害された場合、仮に仮面やメモが置いていかなくても私たちの方に連絡をよこすように伝えておいて。あのメモはやはり事件に関係しているのですか？ええ、私の推理が正しければ。あのメモは次の被害者への宣戦布告よ。ああ、なるほど、バトンみたいな感じなんですね。次はあなたです、でんこのメモみたいな。5月13日。もしもし、今事情聴取終わったの？ううん、結構前に終わっていたわよ。レオンが帰る時間に合わせたの。めっちゃできた女やなお前。それにしてもまさか学校を休まされるとは思わなかったわ。サーリならそれでも学校に行くと思った。最初は断ったのよ。でも早急にお願いしますって、いろいろとまた聞かれて大変だったの。そっか、お疲れ様。それで話したいことって？ああ、それが、なんだろう。今日マフィアの家系だってことがバレたかもしれない。お？待って、じゃあリアルにそうだっていうの？マジか。こいつも事件に超関わってんじゃん。だとしたら。え？どうして？俺について書かれた張り紙が教室に貼ってあったんだ。本当にごめん、俺。待って、私はレオを責める気なんて一切ないわよ。悪いのはそんなことを言いふらす人だもの。もしお母さんの耳に入ったとしても、私はレオと別れる気はないわ。どうなろうとレオの味方よ。ああ、ありがとう。サリならそう言ってくれると思ってた。ごめん、迎えが来たから切るね。うん、じゃあまたね。さて、行くか。わあ、すげえ。いいな、車の。お疲れ様です。ボス。ボス。しかもボス。サーニャ、その呼び方はやめろと何度も言っているだろう。なぜです？ボスはボスじゃないですか。サーニャ。すげえ服装やな、お前。めちゃめちゃ可愛いメイド。確かにそうだが、今まで通りにしてくれ。それにメイドがその言葉遣いはないだろう。そうですね、わかりました。レオ様、時にレオ様、学校から電話が来ましたよ。そう、なんだって？同じクラスの子と言い合いになり、殴り合いにまで発展しそうになったと。それでしっかりと注意をしてほしいと言われました。面白い話ですよね。もともとは喧嘩が日常茶飯事だった私がレオ様に説教するだなんて。笑えないぞサーニャ。それは失礼いたしました。目的地まではどのくらいだ？3時間ほどです。ニジとリラたちの方は？
ニジたちは運搬役のため先についているはずです。着くまでは自由にしていてください。お忘れになっていた手帳はそこに置いてあります。わかった。手帳を入手した。ちょっとあんちゃん、あんちゃん何者なわけですか。インフォメーション、張り紙ストーカー、おお、レオバスタニア、マフィアの一人、アガサ町の豪邸が本部。自分がマフィアであると記された紙が貼られていた。きっと帰り道をつけられてバレたのだろう。これがサリの母親の耳に入ったらまずいな。でもそこまで、じゃあサリちゃんとは本気だっていうことなのかな。ちゃんと付き合いしてるってことなのかな。ストーカー、どうやらサリがストーカーの被害に遭っているらしい。警察もしっかりと対応してくれないみたいだし、俺がしっかりと守らなければ。そう思ってるんだ。まさか同じ学校にいるとは。いや、これは必然的だったのかもしれない。あの時は思わず口が滑ってしまったが、今は目立つわけにはいかない。落ち着かなければ。駒を盗まれた側と盗んだ側との関係が何かあるのかな。俺がマフィアと知っていても愛してくれる大事な彼女、プライドが高すぎてあまり相談をしてくれないのが傷だが、一生大事にしていきたいと思っている。おい、お前レオ・ヴィスタニアすげえな。お前もうこの年にして一生守るとか言っちゃうのか。マフィア、父と母が去年事故に遭ったため、必然的にボスが俺となってしまった。お父さんには悪いが、全てに片がついたらマフィアは終わらせるつもりだ。なるほど。終わらせられるのかな。レオ様、着きました。すげえなー、送り迎えされてー。ニジたちは予定通り現地に到着したみたいです。私たちも運搬に加担しに行きますか。ああ、いくらなんでも拳銃100丁以上を4人で運ぶのは過酷だろうからな。そうですね。ではこちらを。先日話した通り、万が一の護身用としてお持ちください。トカレフ銃か。3日でよく同じものを作れたな。まあ、ニジたちは元職人ですからね。本物がいくつもあったので簡単だったそうですよ。ちなみに私は別のものを用意してもらいました。なんだその銃は。知らないのですか。スペンサー騎兵銃ですよ。場違いすぎないか。そうですか。前に読んだフィクションではメイドが日本刀のついたスペンサー機関銃で奮闘していましたよ。それに憧れて少し真似てみましたが、ダメですか。可愛いから許します。ダメとは言わないが。何これ。失礼いたしました。よし、行くぞ。荷物を運ぶ。マジか、お前そういうことしてたのか。あれ、どっちに行けばいいの。ん、こっちか。監視役のルリが到着したみたいです。わかった。お？なかなか重たいな。ええ、大変ですが山奥まで運びましょう。ああ。山奥まで運ぶのには何か理由があるのかな。ボス、お疲れ様です。ニジ、お前もか。何のことですか？いや、もう好きに呼んでくれ。あとは待つだけですね。ああ。船で運んで海外に持っていくの？違うよね。山奥だから。来たな。あ、引き渡しか。もっといい場所はなかったのか？すみません。我々には財力がないもので、ご足労いただき感謝いたします。まあ、
私の都合で場所を用意し変更したのだから文句を言う筋合いはないな。それじゃあ早速だが始めるとしよう。ええ。サーニャ。わかりました。それでは。取引を始めましょう。何のですか？第三章か。初めて早々第三章終わっちまいましたけど。進みましょう。もうちょっとやらせてください。あゆみの花さん。1997年2月15日。その拳銃は誰に引き渡したんだろうな。どうしてなのよ。仕方がないと言っているだろう。この相沢組総長から盗んだエイリクラン作の将棋駒。これを使えば絶対に成功するんだ。どうしてそう言い切れるのよ。同じ職場にいる奴に聞いたんだよ。あいつはこれを絶対に欲しがるって。だからって。いい加減分かってくれ。命がかかってるんだぞ。いいか、俺はもう監視されている身で自由に身動きが取れない。君がこれを利用して金を巻き上げるんだ。うわぁ、巻き込まれたくねぇ。こんなのひどいわよ。大丈夫だから。これが成功すれば地獄から這い上がれる。だからその時結婚しような。やだ、こんな危険な男との結婚なんて。ほら、涙を拭いて。君の可愛い顔が台無しだ。おい、家にいることは分かってるんだよ。早く開けろよ、こら。めっちゃヤンキーやな。いいか、もし何かあればこの電話番号にかけろ。同じ職場の奴がいろいろと教えてくれるはずだ。なんでよ。なんでこうなるのよ。私の幸せを返してよ。いや、もうあなたは今すぐもう関わらないで。逃げてほしい。逃げられないのかな。鳴ってますよ、誰か。紫龍ユーマ支店第4章消失。2016年6月1日こんな朝早くに、誰だ？警察かな？将棋関係者って言ったら、俺らだもんね。インフォメーション。張り紙。事件2。なぜか俺が疑われた。あっちが勝手に俺を毛嫌いしているだけなのに、どうやら俺が仕返してやったと思っているらしい。でも確かに俺じゃないなら一体誰がこんなことを。いや、これでさ、あの成績の悪い女の子だったらめっちゃ面白いの。あ、待って、あの携帯世代だから携帯持っていきたい。持っていかせてくれないの。わかりました。行けばいいんでしょ、行けば。はい、紫龍ですけど。朝早くにすみません。警察の者なのですが。警察？一体どうして？今行きます。うわー、来たねー。関わっていきますよ、事件に。いきなりの訪問ですみません。捜査一課の針宮と申します。どうも。おはようございます。単刀直入に話します。はい、紫龍道長さんが昨夜お亡くなりになられました。え？
落ち着きましたか？はい。取り乱してすみませんでした。どうして道長さんが？心中お察しします。お辛いとは思いますが、少しだけお話を聞かせて、お聞かせ願えますか？はい。ですが、刑事さん。ゆずだけはゆっくりさせてあげてください。もともとはいとこですし、自分だけで十分だと思うので。わかったわ。ありがとうございます。ゆず、大丈夫か？ごめん、ゆうくん。ありがとう。強いのね。いえ、ただ急すぎて、現実を受け止めきれてないだけです。そうよね。ごめんなさい。大丈夫です。では、刑事さん、どうぞ。ご協力感謝いたします。では、早速。何聞かれるんだろう。紫龍道長さんは昨夜、ホテル国士館の近くにある国士山で何者かに殺害されました。お父様のことを恨んでいた人物などに心当たりはありませんか？わかりません。あまり父親の話は聞いたことがなかったので。それに、世間一般から見ても優しい性格だと思いますし、恨まれるようなことはないと思いますが。わかりました。では次に、これについて何かわかることはありますか？5642様？これって。はい。世間で言う、ダイイングメッセージというものです。どんな些細なことでもいいわ。何かこれを見て連想されるものを教えてほしいの。すみません。さすがにこれだけでは、自分だけがわかるようなことは何もありません。わかりました。では最後に、最近起きている連続殺人事件について聞きたいことがあります。あの事件との関わりが？確証はありません。今回の事件では仮面やメモなどのものは残されていなかったので。しかし念のため、いくつか教えていただきたいことがあります。わかりました。まず、お父様がこれまでの被害者で、こちらのお写真の人物、大空武さんと石田蓮さんに、石田蓮さんに関わりを持っていたということはなかったですか？自分が知っている限りではないと思います。若い頃にはあったかもしれませんが。わかりました。次にこのメモと仮面についてはどうですか？仮面や、あなたの滞在はまだ生きているについては、全く心当たりはありません。次の事件で残されていたメモの、クランの名前だけは知っていますが、お父様がエイリクランの作品を好んでいたなど、所有していたあたりとかは、クランの話を父親から聞いたことは一度もありませんし、家の駒や盤も、至って普通のものを揃えているので、父親がメイクのものに興味があるとは思えません。じゃあなんで知ってるんだろう？正直、父の兄が関係していると思うのですが。え？数学者の紫龍、キマ。ご存知ですか？ええ、もちろんです。確か大株主としても有名でしたね。知らない。はい。相当の資産を持っていたみたいで、父曰く重度の収集家だったそうです。では、将棋の駒なども？はい。絵画が一番多かったみたいですが、将棋の駒も多数所有していたと聞いたことがあります。ただ、
前に父親から所有しているものをすべて聞きましたが、エイリ・クランの名前はなかったと思います。兄が所有している可能性か。ねえ、キシンさんなのかなって方は今どこにいるのかわかるかしら。アリサ。何よ。シリュウ、キシンさんは7年前交通事故で亡くなっています。え？そうなの？はい。そしてその事故のせいで自分の母親とユズの家族も亡くなりました。原因は飲酒運転です。だから殺されるならキシンさんの方なんです。父親に恨まれるようなことは絶対にしていません。悪かったわ、落ち着いて。すみません。ああ、難しい、失礼。ユーマくん。はい。念のためこの後、道長さんの部屋を少しだけ調べさせてもらえないかしら。もしかすると、エイリクランについての情報が。え？はい、わかりました。何を譲る。アリサ。ハズレです。何が外れたのよ。何が当たりで何が外れなのよ。めちゃくちゃ気になる。珍しいですね、アリサの勘が外れるのは。今回の事件、絶対に関係があると踏んでいたのに。譲る、もう一回事件の明細を。わかりました。昨夜の22時43分に国市町で銃声音が聞こえたとの通報が相次ぎ、その後23時25分に国市山で支流道長さんが亡くなっているのが発見されました。まあ、これだけ聞くと普通にレオ・ビスタニアが怪しいよね。死因は銃殺で、腹部に一発。現場には被害者が残したとみられるダイイングメッセージや複数の足跡が残されていました。被害者が22時5分にホテル国士館のフロントから出るのを確認されており、そのまま国士山へ向かったのがわかります。私もアリサの考えは正しいと思っていましたが。でも外れた。支流道長が必ずエイリクランと関わりがあると踏んでいたけど、友人の証言から支流道長は暴力団絡みの悩みがあったと。そしてエイリクランの作品を所有している一人、サラミア雄一が行方不明。複数の足跡があったことも考えて、暴力団絡みの事件って可能性の方が高いわよね。ちなみに足跡が偽装の可能性は？可能ですが、する意味がありません。仮に友人が協力者であればわかりますが、その友人というのは外原八段ですよ。ああ、あの顔で犯人側はないわね。いい人すぎて怖いぐらいだし。ええ、念のためお二人の関係を調べましたが、動機がありません。めっちゃ人が出てくるなぁ。支流道長が関係している可能性は低い。次の被害者はサラミア雄一か。絶対に関係性はないとは言い切れませんが、今はサラミア雄一の捜索が優先ですね。この件は他の方に回しましょう。そうね。ですが一応、支流キシンさんについては他の方に調べておくよう言っておきます。よろしく。しかしこの事件も厄介になりそうですね。私、ダイイングメッセージというものを初めて見ましたよ。そうでもないと思うわよ。そうなのですか？
所詮はダイイングメッセージよ。犯人を示すメッセージ？最後に名言を残そうとした？自分の死に様を話題にしたかった？考えるだけで無限に仮説が生まれる。仮説を断定する材料が少ない時点で考える時間が無駄だわ。なるほど。とにかく今はサラミアね。すでに手遅れの可能性が高いけど。はい、急ぎましょう。なるほど。ダイイングメッセージを考えている暇はないけど、もしかしてお前はもうダイイングメッセージについて分かってんじゃないのか？はあ。ユズの様子を見に行くか。情報が更新された。ダイイングメッセージ、お父さんが残したらしいダイイングメッセージ。左の数字は手数だろうか手数だろうが、先手後手を記していないのに少し違和感を感じる。一体何を表しているのだろう。なんとなくはわかるけど、まあ、ちゃんとはわからない感じか。手数を示しているというところまではわかってるんだ。ゆずちゃーん。ああ、寝込んでる。ゆず、大丈夫か？ゆうくん。ゆうくんは強いね。私なんてさっきから泣いてばっかり。一番辛いのはゆうくんなのに。それが普通だよ。俺はきっと、まだ現実を受け入れられてないだけだから。そっか。犯人、ちゃんと見つかるよね。ああ、警察を信じよう。もう声かけられない。お父さんの部屋行く？行くよね行くよね、そりゃ。お父さん、俺も将棋のプロになりたい。どうしてプロになりたいんだ？お父さんがかっこいいから。そうか、ユーマはお父さんに憧れたのか。うん。わかった。じゃあ早急に。なんだっけ、奨励会でいいのかな、入る手続きをしよう。本当に？ただし、本当にプロになるかは奨励会に入ってから決めること。あとは勉強もしっかりとやること。それが約束できるなら行かせてやる。勉強も、わかった、約束する。よし、そうときたら特訓だ、ユーマ。でもこの時間はお父さんの将棋の研究じゃ。嬉しいくせに。お父さんの心配か。優しいな、ユーマは。そうか、お父さんを目指してプロ入りをしようとしたんだな。あれ、あっち側に行けるか。父さん、将棋の世界から離れたい。そうか、わかった。ごめんな、ユーマ。どうして父さんが謝るの？俺はユーマのお父さんだぞ。逃げたくなった理由くらいわかるさ。でもユーマが将棋を嫌いじゃないのも知っている。今だってプロになりたくないわけではないんだろう。ならひとまず高校に進んで普通の生活を楽しめ。
部活に入るもよし、恋愛をするのもよし、とにかくリセットしろ。ただし、自分の気持ちをモヤモヤにして終わらせるな。俺はユーマがどの道に進もうとそれを応援するから。親父！だから自分の気持ちを押し殺すな。親父めっちゃいいやつやな。親父！誰だこの夜に。突然、突撃、隣の晩ご飯とかかな。超空気読んでないな、それだとしたら。さあ、誰かと思いますか？私的には、名前忘れちゃった。間違えた。何やってんだ。私的には、ななみちゃんかな？来た。私の勘やべえ。そろそろ出てくるかなと思ったんだよね。あ、ユーマ？いきなりごめんね。ああ、うん。ちょっと待って。玄関まで行くから。うん。もう、ななみちゃんは知ってんのかな？お父さんが亡くなったこと。ななみ。夜遅くにごめんね。ちょっとだけ、散歩に行かない？優しい。ここで告白したらちょっと空気読めてないけど。夜の散歩って久しぶりだね。この遊具とか懐かしい。よく私が、ここは私が使いたいのってダダをこねたりしてたな。一時期泥団子も流行ったよね。ここの砂がいいとか悪いとか、いろいろ考えてたな。うん。ありがとう、ななみ。気を使ってくれて。でも大丈夫だよ。悲しいはずなのに涙も出ないし、意外と落ち着いているみたいだからさ。まあ、これからのことを考えると大変だし、不安もあるけど。嘘だ。え？そんなの嘘に決まってる。私知ってるよ。ユーマがどれだけお父さんのことを思っていたか。ユーマにとってどれだけお父さんが大事な人だったか。ユーマは気づいていないかもしれないけど、お父さんのことを話す時のユーマ、本当に楽しそうに話すんだよ。あの対局がすごかった。あの一手はものすごく痺れた。あの時のお父さんは本当にかっこよかったって。ほんと、嫉妬しちゃうぐらい。ユーマのあの顔を見たらわかるよ。さっきの言葉が嘘ぐらい。ゆずちゃんからね、電話が来たの。ゆずから？うん。ゆうくんが無理をしてるって。一番悲しいのはゆうくんのはずなのに、私の心配をして自分の気持ちを隠しているって。ゆうまのことだから自分がしっかりしないといけないって思っているんでしょ。いつもそうだよ、ユーマは。他人ばかりを優先している。自分の気持ちを主張しようとしない。これでもユーマとは長い付き合いだし、他の人よりはユーマのことは知っていると思っているけど、私自身、本当のユーマを知らないんだなって思う時がある。現実逃避をしたくなるのもわかるよ。私がものすごくおせっかいなのも分かってるよ。
でも、だからって自分の気持ちを押し殺しちゃダメだよ。言いたいことがあれば言っていいんだよ。悲しければ泣いていいんだよ。自分の気持ちを隠さなくていいんだよ。もっとお父さんの将棋を見たかった。もっといろんなことを教えてほしかった。もっとお父さんと将棋がしたかった。一緒にいたかった。成長する姿を見せたかった。お父さんに勝ちたかった。辛すぎる、辛すぎるよ、小沢さん。第4章、佐川七海視点で終わりましたね。ということで、辛すぎるので今回はここまでにいたしましょうか。次回で事件が進むことを願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。